なかなかそのみんな頭では分かってても感情のコントロールってすごく難しいと思うんですよ。でまして、まあ、そのいい時ってね誰もこういいんですけど、ちょっと流れが悪くなったりスコアが悪くなったり調子が悪くなったりするとどうしてもこうネガティブに考えがちだし、こうミスをねずっとあれこれ考える時間も多くなっちゃうんで、ゴルフ自体がすごくその考える時間が多いスポーツなんで、僕は最近はこうとにかくもう終わったことをあまり気にしないっていうか、それよりもまあ今ですよね、今というかこれから、まあ、これからもないですけど、もう今目の前のことを考えるようにしてますね。